小沢明です。72歳、そうですね、フランクは2年あったけど45、6ですかね。僕は、16歳ぐらい。もうこの浜田さんの仕事以外はやったことはない。ボールっていうと、まあ、監督帽子が多いですね。万能帽子ですね。いや、まあ、使いやすい仕事で、うちでやっぱり使っとるんで、僕も。それが一番いいかなと思うんですよね。まあ、関係映像とか、シックスとか、そういう材料ですね。二層庫とか。二層庫。まあ、切れ味ですね。私はい。まあ、刺身とか、焼肉。焼肉。まあ、そのぐらいですね。まあ、どちらかというと日本酒ですけど、まあ、どちらでも行きますけど。僕は夏の範囲ですね。やっぱり寒いのはちょっと苦手なので、まあ、演歌です。演歌。演歌。はい。じゃあ、昔からの、あれで、まあ、日本映画を見とったときに、人気映画が好きだったもんね、僕は。あっちの方で、やっぱり演歌の、日本の心っていうのね、そういうものが好きやもんで、演歌なんです。まあ、やっぱり演歌なので。まあ、曲で言うと、まあ、好きな歌詞はいっぱいありますので、まあ、北島三郎さんとか、そういう方は好きですね。あまり外国の方はあんまり、見たことはあるんですけど、名前まだちょっと覚えてないんで、大奥の名っていうのは、僕はそういう、あれだと思うもんで、千年後。まあ、100年後でもいいですよ。想像はつかんないけど、やっぱり、日本料理でいうと、やっぱり、刺身包丁とか、出刃包丁とか、そういうのが、一つ買ってもらえるといいですね。変わらず。うん、分かりました。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。あ、OK です。